はい、じゃじゃーん。今日は小さな町、アンパンマンの小さな町のケーキショップっていうのがあったので、これをやってみたいと思います。じゃあ早速出してみるよ。中はこんな感じ。へぇ、カバンになってるんだね。で、このカバンの後ろは、あー、こうかわいい感じだね。メロンパンナちゃん、クリームパンナちゃん、メーケンチーズ。だね。ジャムおじさんもいるよ。よし、開けてみようか。うわー。よし、じゃあこれを出してみよう。で、これを台にすればいいね。台にして、で、ケーキ屋さんの、この屋根とかは、この辺につけます。よし、こんな感じだね。お、アンパンマンがいたよ。ほら、アンパンマン、元気100倍。そして、これが、アップルパイの、なんか、売ってるところだね。は、この辺に設置するみたいだよ。そして、これが、あ、なんかこう、ね、ゲージみたいな。これは、ここへ、よいしょ、つけて、お店の前につける感じだね。そして、あ、これは、壁だね。壁は、これはどっちかな？あ、こうかな？ここにつけるみたいだね。こんな感じで。ここに壁をつけるよ。こんな感じになってきたね。で、あとは、あ、これレジだね、レジ。ね。ケーキとか並んでるよ。このレジを、このアンパンマンのところに置いとこうか。はい。で、あ、ほら。電気があるよ、電気。この電気は飾りでこの辺に飾っときます。そして、じゃじゃーん。やっぱりケーキ屋さんだからケーキのショーケースがないとダメだよね。このショーケースを、じゃあ、美味しそうなやつをここへ並べとくよ。おー、置いてる置いてる。はい、こんな感じだね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませって感じだね。じゃじゃーん、ドキンちゃんもいまーすって感じだね。ドキンちゃんもじゃあ、ちょっと置いとこうか。そして、ほら。ケーキ屋さんのところにね、ほら、誕生日ケーキみたいなやつを乗せて、あ、なんかよく見たらここほら、アンパンマンがの、ほら、見えるかな？ちっちゃくて見えにくいかな？ここにね、ケーキの上にアンパンマンがいるんだよね。びっくりした。こんなところにアンパンマンケーキってことかな？じゃあこのアンパンマンケーキをここに置いておきます。で、テーブルを置いとかないとだよね。テーブル。そして、この椅子があるよ。椅子には、金ちゃんの、これを、つけて、座らせておくことができるみたいだよ。それじゃあ、あとは、さらにここにケーキがあるね。あ、よく見たら、フォークとケーキがあって食べれるようになってるね。じゃあ、これを、ドキンちゃんのところに置いておこう。ドキンちゃんケーキ大好きだからね。あ、これ階段だね。いつもあるやつだね。ここに階段をつけて、登っていけれるように。こんな感じだね。よし、完成したぞ。アンパンマンの小さな町ケーキショップでした。うわー、すごいなー。いろんなことして遊べそうだね。アンパンマン、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。美味しいケーキはいかがですか？あ、奥にバタコさんがいるよ。バタコさんも手伝って美味しいケーキを作ってくれたのかな？はい、みんな楽しかったかな？次の動画で待ってるよー。